今週はずっと記憶に関する私のいろんなトラブルを聞いていただいたわけなんですけども、はい、じゃあここで、記憶のにちなんで、うん、今年の抱負を覚えてます？俺言わなかったんじゃなかったっけ？あ、チコさん言わなかったんだっけ？やっぱりここでもちょっと記憶力が怪しいんですけど、あ、でもなんかチャコさんなんか言ったね、うん、言った、決めましたみたいなことをね言った、言って、こういうこと言うってこと自体私思い出したんですよ、ちゃんと。おー、うん、で、チコさんは何言ってたかっていうのは思い出せなくて、まあ聞いてみたんだけど、言わないって言ったんだっけ？どうでしたかね。確かね、もう抱負とか言うのはやめとくみたいな感じだったんですけど、で、私も同じようなことを言ったのね。最初ね。うん。もうね、決めたところでどうせ忘れるんだから、うんうんうん、何の効力もないんだから、うん、やめたっていうようなことを一旦言ったんだけど、それをまたひっくり返して、うん、それを踏まえた上で、うん、私はそういう人間だというのを踏まえた上で、一つ言いますって言って、うんうん、その、胸の振り子じゃないけどね、ああかしら、こうかしらっていろいろ思うけど、爽やかに。お行き着く先はまあ爽やかに行こうかなと、いつまでもうじうじしないでね、うんうんうん、ってなことを言ったんだな。あ、なんかそのようなこと言いましたね。そう、うんうんうん、言われてみると思いますね。そうだね。じゃあこの辺の記憶は今んとこ共通で大丈夫なんだね。今んとこ食い違ってないんだね。そうだね、概ね、うん、まだ丸2ヶ月ですから、はい、そうですね。以上です。毎日歌声喫茶ミニ歌声喫茶、ラララララ、この歌をあなたと。おはようございます。ワンドチコです。さあ今日は木曜セレクションの日ということで、もうその予告編とかしてないから、はい、なんだっけなって思う必要もない。そうですね、もう出てきたものを言ってませんからって、ね、そう、出てきたものを楽しく味わっていただければという木曜日でございます、はい、では準備体操いきましょう。肩を大きくゆっくり回します。はい、ぐるーん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 、反対回しです。ぐるーんOh, oh, 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 o
呼吸して呼吸を整えてください。そして水分補給です。それでは歌っていきましょう。はい、今週の木曜セレクションは、うん、もうねこの3月に入りましたので、もうそこかしこでこう春の便りが、聞こえてきたり、もう肌で感じられたりする時期ですけれども、そんなわけでね、そういった春を感じられる、ただまだなんかその春の便りっていうぐらいだから、まあ実際ねもうこう暖かい日も暖かくなってきましたけれども、もう春本番ですっていうのではなく、なんかこう あちこちからこう届いてきたなというような歌を歌ってみたいと思うんですが、一応もうこう春見えてるので、あの多少どんな日があっても、もう見えてるんで大丈夫ですみたいな、遭難することはないですみたいな、そうですね、それぐらいの心持ちですよね。そうです。そしてまあ、あの日本もね、広いですから、そうですね、その地域その地域でね、春の訪れの、そうですよ、そうですよね、違います。そんなわけで、まあ、1曲目は、どこかで春が、まさにそうですね、はい、はい、山の3月こっち吹いてというのがね、まさにこの今の3月に入ったらこれをやっぱり歌わないと、歌っとかないと、歌っとかないと、ということでね、チコさん最近ね、早め早めにとか、これ歌っとかないと今の時期にとかね、そうですね、すごくおっしゃってますね。そうそう、まあこれに関して言えば決して早め早めっていうことではないですけれど、やっぱりこれ歌わないと春本番は味わえないよというね、気持ちでいきたいと思います。どこ
はい、ありがとうございます。では2曲目です。はい、2曲目は宗谷岬です。なるほど、うん、やっぱりね、流氷を溶けて春風吹いてですけれども、あの襟裳岬を歌ったじゃないですか。はい、でなんか襟裳っていうのはアイヌの言葉で岬という意味だということでね、うん、北海道ひし形の下の部分が襟裳岬、うん、で、まあ、上の方が宗谷岬ですよね。そうですね、うん、ただまあ宗谷岬自体はあのこう何かこう何ていうの、知床みたいにこうとんがってるわけじゃなくて、うんうんうん、近くで行くと割とこう広いこう丸くこう海岸上といいますか、うんうんうん、になってるわけですよね。であのよく皆さんがあそこに行くと記念写真撮るところがあるじゃないですか、うん、はいはいはい、あそこなんかもテレビとか写真なんかでよく見るから、うんうんうん、あ、ここが最北端、最北端、ね、うん、なんだなっていうのはイメージでちゃんとできます、うんうん、大丈夫です、うん、はい、だからなんかその、そうそう、あそこなんかこういうモニュメントみたいなのが立ってて、それがモニュメントっていう言葉が出なかったらなんか立ってますよねって、だからあれがとんがってるからね、なんかこう、あ、そっか、うん、北端感が出ますよね。そうですね、うんうん、だからその宗谷っていうのもやっぱりアイヌの言葉で、うん、磯、い、あの磯の岩みたいな意味なんですって。うん、だからそういうこうとんがってるみたいな意味はそこには入ってなくて、うんうん、なんかその海岸のね磯の感じっていうのが多分その宗谷っていうところに現れてるんでしょうね。うん、じゃあ、うん、はい、じゃこれはなんかこうのどかな感じ、そうですね、うん、もう本当に、うん、うん、でいきたいと思います。はい、3曲目に行きましょう。はい、3曲目はあんこ椿は恋の花。うん、
なんかこう海、うん、海そうね、だからなんかさ、うんうん、あのどこかで春晩はさ、山、山だけど、うん、なんていうか、あの「こち」っていう言葉だとさ、うん、なんかやっぱりあの「こち深場」のね、菅原の道真が、うんうん、太宰府に行った時に、うん、っていうあのエピソードがあるから、うん、なんかそう考えるとこう太宰府、そして宗谷岬、伊豆大島って、なんかなんとなくこう全体的に日本を網羅したような気分になるんですけど。あ、うんうん、まあ、そんなわけで、うん、あんこ椿は伊豆大島のね、はい、舞台になってまして、羽生港も歌詞に登場しますけど、うん、前にあのいつかの木曜セレクションで羽生の港を取り上げた時にエスポワールさんかな、お便りでね、うん、なんか南の方にあるような雰囲気だけど、うん、意外とこう、とか下田の真東ぐらいですみたいなね。ああ、そうでした。改めて地図見てみたら確かにね、うん、これ伊豆半島の横にあんだみたいなさ、うんうん、そっか、気持ちになりましてね。うん、普通にあのなんていうの、天気予報なんかでも、うん、あの辺りの図は結構出るじゃないですか。出ます出ます。うん、だから改めてそこ見てみても、わあ横だなと思って。そうですよね、うん、で天気見てるのがいつの間にか横だなとか、そう、あ、ここかとか、ここかとか言ってね、明日の降水確率を全く見てなかったり、うん、そう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 、ありますね、うんうん、そんな、伊豆大島のイメージだから、ここはちょっとあったかい感じもあるのかな、します、うんうん、行ってみたいと思います。はい、つぼみはあんこ
はい、ありがとうございます。木曜セレクションいかがだったでしょうか、うん、楽しかったね、なんだかね、はい、ではお便りいきたいと思います、はい、今日はですね、あの青葉の笛について書いてくださってる、うん、これも前の木曜セレクションでね、そうですね、はい、ありがとうございます。レスポワールさんからです。一ノ谷の戦いについてちょっと調べてみました、うん、平家物語の順序に従うと2番が先のようです、うんうん、あ、なるほどね、2番の忠則のエピソードの方が平家物語的には先に出てくると、順番的には。そうですね、うん、はい、でいっぱい書いてくださってるんですけども、うんうん、ちょっと外せないのは、はい、2番の後半について忠則さん の歌が読まれている、この歌をちょっと、はいはい、はい、うん、いいですか、はい、雪暮れて、うん、この下影を宿とせば、花や今宵の主ならましっていう、このね、うんうんうん、あの歌をちゃんと読みたかったんです、うん、これを書いてくださってる、これが、はい、残れるは花や今宵の歌、うん、と歌詞にある、うん、その花や今宵の歌っていうのの、うん、まあ、全体ですよね。そうなんですね、忠則さんが、うん、まあ、こう、入れていく中で、うん、もうこの木の下で今日は眠ろうと、うん、この木がもう今夜の宿なんだ、うん、だからこの木に咲いてる花が、うん、今夜は私の、うん、主人、ご主人だなというね、うん、歌ですけれども、そういうね、うん、そういう心ってすごいですね、うん、非常にこう歌人として、うん、はい、後にもね有名な方ということで、これが、まあ、歌にもなって残ってるってことでしょうね、はいはい、そして1番について、はい、こちらもたくさん書いていただいたんですが、うん、ちょっとここだけお読みしたいなっていうのが、うん、竹笛についてなんですね。あ、そのまさに青葉の笛、うん、ね、そうです、そうです、この竹についてなんですが、弘法大師が唐へ留学中、長安、長安でいいのかな、西安かな、長安、うん、まあ、あ、そっちの、長安でいいんだ、長安の清流寺にある天竺の竹から作り上げた竹笛だ、うん、そうなんです、うん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 、それを、うん、要は弘法大師空海が日本に戻ってきて、はい、嵯峨天皇に、はい、献上されて青葉の笛と名付けられましたっていう、うんうん、だからなんかその嵯峨天皇っていうのがすごくこう、うん、芸術に造詣が深いというか、あ、すごくいろんなその芸術的なことが好きだった方なんですよね。だからなんかそうだね、そう考えると、うん、それが、うん、まあそういうのって、ね、どこまでが、はい、その伝説的なことなのか、うん、どこまでが事実なのかって僕にも分かんないですけど、そうですね、だけどまあ、そう、うん、からその、平家物語があり、うん、そして、まあ、青葉の笛っていう歌、唱歌になったり、うん、さらには、その木曜セレクションの時に銭形平次の時だったかな、船木さんがね、はいはい、熱盛愛歌っていうのもやっぱり歌ってましたけども、なんかそうやって脈々とこの青葉の笛をが伝えられていくっていうのがね、そうですね、不思議な感じ、はい、はい、うん、そうです、まあ、そのレスポワールさんはちゃんとその後平家の手に渡ってね、熱盛のその笛になっていったって歴史に刻まれていますって、うんうんうん、書かれて、うん、書いてくださいました。はい、はい、さあ、そしてもう一つ、うん、青葉の笛についてなんですけど、山さん、はい、書いてくださいました、大の平家びいきの私はとても感慨深いです、うん、で、悲しい歌の後は、うん、おとみさんだったのでよかったですっていうふうに、ね、書いてくださいます、気分そう、これそうです、こういうね、やっぱりこう背景をさらにこう知ったり、うんうん、こうしていくと余計にこう、そうそう、悲しくなってしまったり、うん、こうじーんときちゃうんでね、うん、でその次がおとみさんを一緒にね、うん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 、ご陽気に行きましょうなんて、はいはい、やったので、うん、よかったと、じゃないともいつまでもね、うんうん、そうだね、本当に青葉の笛がこう、うん、しみりしちゃうもんね、そうなんですよねということです、お便りありがとうございま す、はい、います、さあでは来週の予告編、最初はですね、うん、栄冠は君に輝く、あ、まあ、ちょうどね、うんうん、
選抜高校野球も、うん、ぼちぼち始まろうかっていうね感じ、まあ、あと今はあの野球で言えば WBC も1次リーグが今日あたりまでかな。あ、そっかそっか、うん、まあ、そして、うん、まあ、ちょうどこの出会いと別れの季節ということもなんとなく踏まえつつ、うん、久しぶりの別れの一本杉、うん、そして木綿のハンカチを歌ってみたいと思います。はい、という3曲です。それではまた来週。じゃあ今度チコでした。